東金税務署の金子と申します。2月4日からですね、確定申告の相談、東金商工会館の1階の方で行うことになります。会場の流れをですね、ご案内させていただきたいと思います。よろしくお願いします。今年はですね、まずこの会場に入るには、LINE の事前予約か当日券の入場整理券が必要となります。当日券の入場整理券でございますが、まず入っていただきまして、入り口の手前ですね、こちらの方に入場整理券を出しておきます。入場整理券の方ですが、入れる時間がですね、9時から4時までで30分刻みで券を用意しております。基本的には早い時間からお配りいたしますので、例えば9時に来られてももうこの辺が売り切れていると、10時の券しかなかった場合には10時にならないと会場に入れないというところになります。こちらは感染症対策ということで、会場が密にならないようにということで対策を行いますので、今年から全国の税務署で始めた取り組みになります。続いて、この入場券をお持ちの方は今度は場内にご案内をいたします。で、場内に入りますと、まずこちらの方で検温をさせていただきます。で、こういう形で近づけると体温が測られますので、37.5 度以上発熱、熱がある方につきましては入場を断りさせていただきますので、ご了承いただければと思います。検温終わりまして OK であれば、こちらの方で手をかざすと消毒液が出ますので、手指の消毒の方をお願いしたいと思います。ここで入場できるということになりますので、こちらでですね、機械でご要件をお伺いします。で、基本的には例えば土地建物の譲渡、それから贈与税のご相談がある方、この資産コーナーというボタンになります。それ以外の職員にご相談がある方につきましては準備コーナーという区分分けで案内をさせていただきます。それから2月16日以降につきましては、ご自身がお持ちのスマートフォンでですね、申告をしていただけますスマホコーナーというのもご案内を開始する予定でございますが、当面2月4日から2月15日までこの2コーナーで運用ということになります。で、こちらで、受付をしましたらば、このようなですね、番号札の方をお渡しいたします。で、場内でこの番号で、お呼びいたしますので、こちらのそのまで、待合席の方ですね、でお待ちいただく、状況によっては直ちにご案内という場合もございます。で、一応待合席につきましても間隔を取って空気清浄機を設置するなど、一応感染症対策に配慮した作りとしております。で、順番が回ってきましたら、こちらにですね、まずご相談をしていただく職員に相談、それから必要書類の確認をしていただく、準備コーナー、それから土地建物の譲渡贈与税の方につきましては奥の資産コーナーというところで、職員の方に相談をしていただきまして、書類の準備をしていただきます。で、こちらで必要な書類が整いますと、次は一番奥のパソコンコーナーというところ、こちらで申告書はパソコンを作っていただけます。順度とすればこちらの方ですね。こちら、パソコンコーナーになります。で、パソコンコーナーにつきましては、このようなですね、印刷用カードというのをお配りします。で、こちらはですね、印刷するときに、他人のものを間違って印刷して持っていかないようにというところで、導入させていただいております。で、実際には係のものが、パソコンのところに番号がついておりますので、何番のブースへお願いしますということでご案内いたします。で、実際にですね、流れをご説明いたします。で、分からないところは職員がサポートいたしますが、何度かいらっしゃってご自身でできる方もいらっしゃると思いますので、その方は進めていただければと思います。まずこのカードをですね、読み取り機がございますので、こちらにタッチをしてください。そうすると、この申告書作成コーナーという画面が立ち上がるようになっております。で、実際には、この案内に沿いましてですね、画面を進めていただければ、当日は、確定申告書が作成できる、原則的には e-tax で、送信する、ご希望がある方は、書面の提出もできますので、その場合は係員に申していただければと思います。で、全ての作業が終わりましたらば、印刷をするということになります。で、印刷の画面になりましてこのような、印刷用カードをパソコン横の IC カードリーダーにタッチしてくださいとメッセージが出ますので、再度最初にタッチしたカードをこちらにタッチをしていただきます。
でこれで、印刷の準備が整います。で最後に、書類の印刷を行います。パソコンコーナーの最後にですね、こういうプリンターが置いてある場所がございます。でその横にですね、同じように読み取り機置いてありますので、お持ちのカードをですねこちらの方にかざしていただきます。そうしますと先ほど作成して、印刷指示を行いました、書類がこのように印刷される。今はちょっと画面ショットだけで、簡単に行いましたので、先ほど印刷するという選んだ画面が印刷されておりますが、実際には皆様が作成された申告書の基本的には控え、もし書面で出される方につきましては、提出用の申告書、控え用の申告書が印刷されます。でこちらで、印刷用しましたらば、お手元に残す控え用と税務署提出用ですね、こちらを分けていただきまして、提出用につきましては最終の出口のところに提出箱というものが置いてございます。でこちらにつきましては、例えば、ご自分のお手元の控えに、囚人税務署の受付員がいらないという方は、提出用をこちらに投函していただければ結構です。その他ですね、決算書、収支内訳書等にですね、税務署の控えに、税務署の受付員が必要だという方につきましては、こちらの収支コーナー、こちらは、申告書を受け付けるコーナーになりますので、こちらの方に書類を出していただければ、これで終了ということになっております。で今年につきましては各ブースですね、150センチ幅の机に、皆様お一人ずつが入るようにということで、昨年よりも倍の幅を取っているということになります。それから、このようにですね、ビニールカーテンになりますが飛沫防止パネル、対面でお話をしなければならないところには、飛沫防止パネルを全部設置をさせていただいております。ただパソコンにつきましてはどうしても対面でやることができませんので、こちらに従事する職員につきましては、マスクとフェイスガード両方着用して感染防止に努めている状況となります。以上が、会場の流れとなります。確定申告期限につきましては、2月2日の夜に、公表されましたが4月、15日まで期限延長となっております。期限が1ヶ月延びましたので、危機管理は余裕があるということになります。ですが期限間際につきましてはですね、会場非常に混雑することが予想されますので、ぜひ、空いた時間に早め早めの申告をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。まったねー。